スティーブ・ニコルズはアメリカ・ユタ州ソルトレイクシティ出身の自動車エンジニア。マクラーレン、フェラーリ、ジョーダン、ジャガーなどのチームで F1 マシンの開発に従事した。ニコルズは13歳の頃カート競技にデビューしたが、彼の興味はレーシングカーのデザインに向いた。父が購読していたカードライバー誌でヨーロッパのレースを知り、 コーリン・チャップマンがデザインしたロータス25に魅了された。ユタ州立大学で機械工学の学位を取得し、1972年にハーキュリーズ社に入社。トライデント潜水艦ミサイルのロケットモーターの研究開発に携わり、当時主に航空宇宙工学で使用されていた炭素繊維強化プラスチックの知識を得た。1 9 7六年、ガブリエル社に転職し、 モータースポーツ用ダンパーの技術者として、インディカーやナスカールに関与。ペンスキーやパーネリ、シャパラルなどのチームと仕事をし、英国人デザイナーのジョン・バーナードと知り合う。1980年、バーナードは、ロン・デニス率いる、プロジェクト4にスカウトされ、F1 のマクラーレンチームのチーフデザイナーに就任。ニコルズは、アラン・ジェンキンスと共に、バーナードの元で働き、 複合素材や有限要素解析などの専門知識を活かし、グラウンドエフェクトの負荷に耐えウるが安強なカーボンモノコックを使用した初の F1 マシン MP4-1 の開発に携わった。当時イギリスにはカーボンコンポジットに必要なものが揃っていなかったため、ニコルズがフルスのハーキリーズ社に製造を仲介した。その後、カーボン素材はアルミハニカム構造に変わり、 レーシングカー設計の基礎となっていく。バーナード率いる技術部門はタグターボエンジンを搭載した m p 4にで大きな成功を収める。マクラーレイン MP4-41986 年、バーナードがフェラーリへ移籍することになり、1987年はニコルズが MP4-3 の開発をリードした。 1988年はブラバームから加入したゴードン・マレーの下でホンダエンジンを搭載する MP4、4を開発。アイルトン・セナとアラン・プロストを擁し、シーズン16戦中15勝という大記録を樹立した。ニコルズはセナのレースエンジニアを担当していたが、1989年シーズン後、セナとの対立でチームを離れることになったプロストに誘われ、一緒に フェラーリへ移籍した。MP4、4はニコルズ、MP4、5はニール・オートレイが受け持つというマクラーレンの分業体制に不満を感じていたという。1990年はベネトンへ移籍したバーナードの置き土産である640を641に回収し、エンリケスカラブローニのチーム離脱に伴い、シーズン途中よりテクニカルディレクターに就任した。 1991年は642と643を投入したが、期待を裏切り冷勝に終わった。ニコルズは1992年初めに、新車 F92A が、シェイクダウンする前にチームを離脱し、F1 参戦準備を進めていたザバーに迎えられたが、短期の在籍に終わる。1994年は、冗談で働き、1995年には、 マーティン・ウィットマーシュの誘いを受け、フルスのマクラーレンへ復帰。ヘッド・オブ・ビーグル・エンジニアリングの職を務め、F1 を含むマクラーレングループの長期プロジェクトにも関わった。2000年末、ニコルズはゲイリー・アンダーソンの後任として、ジャガーのテクニカルディレクターに就任し、R2 の開発を引き継いだ。2002年に向けて開発した R3 は、テスト走行から問題があり、ニコルズは、 シーズン開幕1ヶ月前に解任された。ありがとうございます。